こんにちは、カーピーです。今回の更新で、洗濯契約書と同時に、スペシャルプレゼントスカウトおかわりが来ました。しかも今回は、S ランク自チーム選手が一人確定です。神上すぎるでしょう。シリーズ2確定なら、さらにありがたかったですけど、そもそも無料ですからね。そんな贅沢は言えませんね。この動画でありがたく引かせていただきます。そして予定通り、洗濯契約書がついてくる3周年の10連福袋も来ましたけども、これは後で別の動画にします。そして新選手追加は中継ぎでしたね。これも別の動画でお話ししたいと思います。これ地味に大事なのは、 B ランクにエース枠が追加されてるんですよね。各チームのシリーズ2のエース枠が誰なのか、そしてその能力がどう変わったのか、要チェックポイントですね。さてプレゼントスカウトに戻りますが、僕はもちろん自チームカープで引きたいと思います。当たって嬉しいのはシリーズ2のまだ取れてない選手全員ですね。まあただ今回のプレゼントスカウトはシリーズ2確定じゃないので、シリーズ1が出そうな気はしますね。シリーズ1だったら実はまだ野間選手が当たってないんで、ここ欲しいんですけど、ピンポイントはなかなか難しいだろうな。というわけでプレゼント10連ありがたくいただきます。運営さん最近本当に太っ腹ですね。3周年最高です。まあ現実を言っちゃうと、課金税の使ったお金が返ってきてるわけですが、そこは深く考えないことにしましょう。おお、おお、自チームシリーズ1だけど、もともと無料なんだから出るだけありがたい。おお、西川選手ナイス。これで極みになります。シリーズ2は通常 S も出るでしょう。シリーズ1かー、テイヨロ選手かー。いやいや、もう出るだけありがたいですよ。今回いいっすね。この調子で最後も頼む。かぶるな。かぶったー。コウスケシリーズ1。シリーズ2ならな、神だったんだけどな。ほんとこれなんですよね。この時期のガチャはシリーズ1との戦いなんですよね。でもまあまあ、S ザクザクに A も西川選手をもらって、自チーム3枚ですからね。そこはいい結果だったんじゃないでしょうか。はい、次の動画では3周年10連福袋を回していきたいと思います。またぜひ見に来てください。今回もご視聴ありがとうございました。 S ザクザクおめでとうのグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。